回転ラーヒロミ、ヒロミです。私は今ベトナムのホーチミンに来ております。今日はですね、前々からずっと行ってみたかったバインセヨのお店に行こうと思っています。その前に今日のホテルにチェックインをします。今日はレタントン通りのホテルを取りました。この辺りは私の動画では結構おなじみの場所かと思いますが、今日はですね、7区にあるホーチミンの日本人学校にさっきお邪魔してきまして、せっかくだったら7区のホテルとかね、泊まりたいなとか、何か面白いとこあるかなって思ってたんですけど、まだ7区のことよくわからなくて、また今度7区は冒険してみたいなと、はい、思いまして、今日はこちらのルビーホテルに泊まります。チェックインプリーズ。あれ、今日は104のお部屋です。最初7階って言われたんですけど、エレベーター乗り込んだらちょっと待ってって言って変更になりました。やっぱね、新しめのホテルなんですけど、多分前にホテルがあって改装してって感じなのか。こちらのお部屋です。ここには、わっ、何これ、非常用階段があります。こちらです。あ、めっちゃワンルームワンルームのお部屋です。ベッドがドドンと大きくあります。ここには化粧台みたいなのがありまして、テレビもあります。あ、ここに窓があります。窓ありの部屋というのはこれのことかな。とクローゼットもあって、なんで金庫が2つあるんでしょう。物入れがあります。スリッパもあって、冷蔵庫もあります。あ、冷えてる、よかった。昨日のホテルね、全然冷えなくて大変だったんです。で、こちらがお風呂です。あ、バスタブボール、めっちゃ不思議な形してます。タコみたいな形してます。で、お手洗いと流し場があります。今日のホテル、表にはルビーホテルって書いてたんですけど、 Google マップもね、ちょっと違った気がする。これは TD ホテルって書いてて、なんか一つのホテルにいろんな名前があるみたいです。ドリアン持ち込んだりタバコ吸ったら200万ドンの罰金だそうです。今日のホテルは3000円ぐらいで泊まっているんですけど、お湯が出るかどうか。水圧はいい感じです。お湯が出るか、出てるかな、出てないかな。これは出てるとは言えないかな出てない感じです。でも時間によって多分お湯のタンクが満杯にならんと出んみたいなのもあると思うんで、時間が経ったら出るかもしれませんが、今のところ出ませんでした。で、今回3000円ぐらいのホテル泊まってるんですけど、いつも、ね、2,3000 円のちょっと安いところを泊まっています。今まで泊まってきたホテルの中で 2,3000 円のところも 4,5000 円、6,000 円、7,000 円のところもあんまり変わらない時があって1000円台とか2000円台のホテルでもお湯出るとこあるし、逆に4,5000円払ってもお湯出ないとこあるし、でこの間泊まった5つ星のホテルで冷蔵庫壊れてたりするし、1万円以下だったら大体どこのホテルも同じ感じかなと思って、はい、まあ超高級なホテルとかはね、プールとかいろんな設備ありますけど、そうじゃないところはそんなに変わらないかなということで、今日はお安いホテルを取りました。I cannot stop air conditioner. Now you go up? Yeah. Okay, let's go. Okay. 今日行こうと思っているのは、バインセヨ 46A というところです。前々から、コロナ前から行きたいと思ってたところで、その後行ったらね、テト休みでまた行けずっていう感じで、今回リベンジしようと思います。グラブを使って移動しようと思います。
Ciao. Ein Bier, nhà hàng, bánh xèo, bóng, mùi xấu, ê, phải không? À, không biết vậy. Không biết. Nhà hàng, bánh xèo nổi tiếng ở đâu? Em thường thường thì em đi ăn bánh xèo, em ăn ở lề đường luôn. Nghĩa là không có vô nhà hàng. ピンクの教会、タンディン教会です。すごい、夕焼けでもすごいピンクです。めっちゃ綺麗。このタンディン教会の目の前の道に入っていきます。あ、やってそう。46A というお店です。昔この道をたまたま通っていた時にめっちゃ愛想だなと思って、でもご飯食べた後だから食べるのやめたんですけど、今度絶対来ようと思ってました。大人気、すごい待つぐらい人気。すごい、娘の椅子も用意してくださいました。しかも竹のちゃんとしたやつ、すごいね。路上店で、まあ、路上店とは言わないか、こういうの用意してくださるのすごい、ありがとうございます。座りました。お、あ、キャッシュオンリー、キャッシュオンリーだそうです。これがパインセオです。あと揚げ春巻きと生春巻きと、これも生春巻きがあったり、あ、いろいろありました。バインカンとか麺料理もある。あ、結構ある鍋もあるの、バーベキューも。お酒が進むメニューがいっぱいあります。スムージー、ジュース、他のもの、ソフトドリンクも。スティング1、バババ1、とレギュラー1。これ食べたいんだけどさ、10ロールか。あ、ミニマム5って書いてある。本当だ。おお、早っ。え、あ、もう来た。あ、おお。バインセオ、あっという間に来ました。注文して10秒ぐらいできました。これが大きいバインセオ。手の大きさがこれぐらいです。全然大きい。で、ちょっとね、中に見えるのが。お米みたいなの入ってます。お米かな。刻んだトウモロコシかな。なんかそういうのが入っています。そしてパインセオと同じぐらい大きい。めっちゃモリモリ。モリモリな葉っぱもありまして、おつゆがあります。まずはスティング。バインセオは素手で取るのでちゃんと消毒をします。にしてもめっちゃでかいです。めっちゃでかい。もう顔より、顔の長さより大きいぐらいのバインセオです。中は、わー、めっちゃもやし入ってます。もやしとエビ、しかもエビは殻ごと入ってる。あ、お米みたいのはトウモロコシかな、と豚肉、あ、玉ねぎみたいなのも入ってますね。それではこのバインセオいただきます。わー、バインセオの食べ方はですね、まずこの黄色い生地を取って、この大きな葉っぱに、あ、すごい、待って待って巻きつけるんですけど、すごい、もう何、根ごと、茎ごとこの葉っぱ
あ、いっぱいあるんだ葉っぱ。なんていうんか分からんけど、こういうのとかこういうのとか、あとミントもシソみたいなのもあるので、これも入れていきます。多分このミント系は茎はねちょっと口に残っちゃうかなと思うので、葉っぱをこうやって入れていって、そこに本体を乗せます。でくるくるっと巻いて、こんな感じ、このお汁につけて食べます。いただきます。なんか雑草の味がするんだけど草が多すぎたの、うん、すごいね、葉っぱの草感がでも美味しいです。あ、美味しい。このなんだろう、この葉っぱっていう感じと、ちょっと脂っこい感じのこっちの本体をミントがすごいいい具合に中和してくれてて、しかもこのエビがね殻ごと入ってるのがねすごい美味しい。エビの旨味がねすごい感じれて美味しい。実はこのワインセオの黄色は卵に見えるんですけど、ターメリックで作られた黄色です。卵を入れるレシピもなんか見たことあるけど、私がお家で作った時はターメリックだけで、この黄色だけでいって綺麗にできて、これも多分ターメリックだけなんじゃないかなと思います。で厨房でねそこで作ってて、私は初めてここ来た時にあの厨房の様子見て絶対美味しいって確信して、そっから4年ぐらい4年ぐらい経ってやっと来れました。めっちゃ美味しそう。すごい、わ、火の粉が飛んできますここでね油がめっちゃ入ってますよね。すごい温油しながら、もうなんか、あ、油捨ててる。揚げ物状態ですね。もうカリッと、あ、向こうで生地を作ってこっちで蒸して、こっちで最終的にガッと強い火力で揚げるんだ。おお、美味しそう。生春巻きも頼みました。10個からだったんですけど、このハーフサイズ5個からでもいいよということで、結構ね太くって大きいです。エビがたっぷり入ってます。生春巻きはこの専用の味噌だれかなが入ってます。ピーナッツも入っていまして、多分辛くはないと思う、うん、いただきます。うん、めっちゃボリューミーな生春巻きで、このタレなんだろう、なんかねすごい甘みがあります。なんか砂糖とか練乳とかいう甘みじゃなくって、なんだろう、すごい甘い感じがして、それがね美味しいです。ベトナムの南の方の料理って甘い味付け多いんですけど、このタレもねその甘みって感じが感じれて、うん、南の料理っていう感じがしますね。今日食べているこのバインセオっていう料理は南部の家庭料理って言われているので、もうこれこそ南部で食べれる料理っていう感じがします。うわ、めっちゃうまい、これ。한번고정된야한나의콩닭야한나의너희겐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 에좀우월베트남너라에아에베트남인와月に何回バインセオを食べますか？もう海タン、あ、もう海タン？あ、そうなんだ。チー、ナン、アン、バインセオ、バインセオ、あ、ゴテン、ロイテン、ロイテン、あ、ロイテン、あ、すごい、カム、うん、ヨーレ、ヨーレ、ヨーレ、いやいやいや、エンベ、エンベ、あ、いや、こんがり？あ。매매매매야정우와또우월베트남안지냐허아미광미광미광아지지딕미광아지딕미광바퍼응퍼군보군보아군보군보군보아빵간빵간아퍼
Việt Nam ở Nhật Bản. Tôi mong mong ăn bánh xèo. Cá cá ra liền á. なんでこの子さ、娘かどうかすごい確認したんだろうね。あれ変だから。Ai giới thiệu em tới đây ăn? Trước 4 năm, tôi đã đến Việt Nam. Tôi đã đi bộ gần này. Oh, nhớ hàng, bánh xèo nhớ hàng. Tôi muốn ăn đây. Nhưng COVID, tôi không thể đi Việt Nam.で、バイザー、トイダン、で、ベトナム、ああ、そうそう、バイセオ、バイセオって。何これ？ハイナラ、ハイナイラ、ハイナイラ。Anh sản xuất một gà lúa chạy ra thành gạo để Việt Nam ăn. Gạo để nấu cơm cho mình ăn. Lăn con.Con trai. Con trai, con trai. Con trai của chị. Con gái. Con gái. Em Úc. Úc. Em gái Úc. Đây. Đang làm tay từ hướng. Đây, đây, đây. Đây, đây chồng. 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 Xin lỗi. Chồng. Chồng. Chồng đang cho từ thiện.表彰されてるみたいだね。大体こうバインカンバインセオンコンガコンコンタンコイロンロンアンコ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 ン美味しくいただきました。本当美味しかった。もうね、このジュージュー具合がめっちゃ美味しかったです。また来ます。ここは今地元の方ばっかりだったんですけど、一応有名店であってガイドブックにも載っているところだと思います。とても有名で観光客にも有名だけど、地元の人が来てるってことは本当に美味しいっていうことですね。あ、担任協会があるので、ちょっと夜の担任協会見てから帰りましょうか。あった、担任協会。あ、ライトアップはそんなにしてないんだ。でも時計のとこ光ってめっちゃ綺麗。というわけで今日はバインセオ 46A でバインセオいただきました。ホーチミンに来たらぜひ南部の家庭料理のバインセオを食べに来てください。バインセオ専門店じゃなくてもベトナム料理店で結構サイドメニューとかでバインセオあるので挑戦してみてください。実はこの度あまりに動画を出す間隔が長くて皆さんは気づいていないと思いますが、沖縄、台北、ハノイ、ニャチャン、ホーチミンとおよそ1ヶ月の旅行でした。家族3人のバックパック旅行、今回もいろんな出会いや発見があって、それぞれの街の魅力を皆さんにお届けできていたら嬉しいです。私たちはこの翌日無事に日本に帰国しました。そしてまた新しい旅が始まります。次回はなんとビジネスクラスから。どうぞお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。